国鉄多さ3200経過者は、かつて、日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に在籍した、私有貨車である。本形式は、アルコール専用の20トン石炭車として1950年3月22日に3両が、新潟鉄工所1社にて製作された。記号番号表記は、特殊表記符号、知 コ多サと表記する。本形式の他にアルコールを専用種別とする形式にはた2000系、タム8100系、多差3000系、多差3500系、多差5000系、多機500系、多機600系、多機3500系、多機7200系、多機7250系、多機13700系、多機13800系の十二形式があった。 落成当時の所有者は、主生産業の一社のみであったが1956年3月3日に、全社日本アルコール販売へ、名義変更された。1979年10月より化製品、分類番号、年31が表記された。ドーム付きな大野物姿のタンク体は普通構成であり、二役方式はマンホールによる植え入れ、土質管による下出し式である。は、 黒であり、全長は 1800mm、全高は 3782mm、台車中心間距離は 6900mm、自用席は25.7立方メートル、自重は16.8トン、換算量数は、積車3.5、空車1.6、最高運転速度は時速 75km、台車は12トン車軸を使用した TR41A である。 最後まで在籍した一両が1996年4月に廃車になり、同時に形式消滅となった。ありがとうございます。